オッケー。オッケーです。チケット売れた。かわいいめっちゃ。なんか似てんな。似てないから。挨拶と言ったよねって言ったの。お前それでこれ選んでる。せーの。恭喜。こんにちは、ゆいです。こんにちは、おはるです。こんにちは、やまとです。こんにちは、あいさです。りんかです。あいちです。今回行う企画は、カップルで気持ちを一つに、恭喜すなちゃで以心伝心。イエーイ。みんなもちろんスナップチャットは使ったことある？犬のやつ。口開けたらベロかかる。いっぱいあったよな。あのさ、キュウリのやつとか、そう、あの顔がさ白くなるやつとかさ、レンズの種類めっちゃ多いの。え、めっちゃ多い。めっちゃ多い。ビビんね。写真とか動画とか送って共有することもできんねんで、グループでみんなで話すこともできる。だから位置情報とかもいけんねんで。え、それ聞いたことある。スナップチャットで。そう、スナチャで初めて知った。だストーリーとかも上げたりできんねんで。すげえ。よくね、全部それで完結する。そうそうそう、スナチャだけで行けばいいじゃん。そんなね、めちゃめちゃ面白いレンズがたくさんあるスナップチャットを使ってみんなで以心伝心ゲームをしたいと思います。イエーイ。グループチャットに送られてきたスナップに対してぴったりだと思ったレンズをそれぞれが選んで撮影してください。撮影が終わったらスナップにテキストで一言添えて一人ずつグループチャットに写真を送信してカップルで同じレンズを使っていれば成功。成功数が多いカップルの勝利となります。はい。カップル対抗戦です。はい。だからその一人ずつ撮って合うか合わんかって話。カップル。ゆいとハルトのアバターはこんな感じで、え、可愛いんだけど、すごい、ちょっとバランスよくない？なんかアイスガンダムみたいになった。ニンハラはちょっとお互い交換して作り合うみたいな。そうそうそう、感じがありました。ミッチが作ったリンカいきます。言えない。え、ちょっと待って、ブロボクサーみたい。ちょっと分からなさすぎて。ムキムキやん。なんか羽生えちゃってるんだけど。ニンカが作った花道がこちらです。おお、すごい、すごい似てる。上手に似てる、似てる、似てる。めっちゃ似てます。これじゃあ花道がしくったってことやな。しくったね。あとで怒られます。最初のスナップ送ります、グループで。はいはい。あ、来ました。みんな起きてるって来た。起きてる。はい。朝起きて最初に送るスナップは。おー。じゃあ、それじゃあスナップ撮影スタート。姉ちゃん見て、ディズニー。やばくね、これ。ってさ、やってる？違う、朝のやつ撮らない。あ、そうだ、オッケーオッケー。分かんない。アイサのスタンプはいつも寝起きのアイサ。あ、寝起きのアイサね。寝起きのアイサね。オッケー、オッケー。これ揃わなかったら山やばいからね。じゃあまずはリンハナカップル、リンカ送ってください。リンカが選んだレンズはこれです。うわ、なに。ねえ、ねえ、この反応さ、おはよう世界。うわ、すげえ、めっちゃいいやん。え、すごい。これは起きたらボンバーだから、うん、あ、髪の毛がね。そうです、そうです。確かにピッタシやな。分かってくれてると思うんで。確かに彼氏やもんな。はい、これ、ね、合うでしょ。気になる。いや、これ気になるね。気になる。じゃあ、花道、僕が送ってください。選んだレンズはこちらです。あ、え、言葉は同じじゃん。言葉は一緒。朝ごはんだから。おはよう。そういうこと。そう、でも、あの、これと二択やったんですよ、マジで。すげー。俺結構近いところ。チアみたいな。すげー、すげー、こんだけ量あって。え、コメントはもうこれって分かってた。いや、もうこれしかない。これだよね。あー、ということで、リンハナカップルは失敗。
まあでも結構近かった。惜しい、はい、次は自信ある山ハイカップルいけますか。これはヤマトがもし間違えてたらやばい。確かにっていうレベルで。そんなに自信があるんだな。はい、はいはいはい、OK。 じゃあアイサからいくか。そうだ、 OKOK、 はい、はい、私が選んだレンズは、はい、これです。来た来た。おー今起きた。いやでもぽい、なんかでしょ、アイサっぽい。アイサっぽい、アイサっぽい。ちょっと意味が違う。あのアイサがいつも寝起きすっごい悪くて、誰に起こされても超態度が悪いんですよ。あ、そうなんや。ムスッとしてる。だからムスッとしてるエフェクト。うん、一心伝心できるかな。はい、ヤマト、よろしくね、はい、送ってください。僕が選んだレンズはこれです。はい、キャッ。挨拶行ったよねって言ったの、お前それでこれ選んでる。マジでしまった。おはようございます。死ぬ。何もかも合ってないし。確かに、まあ惜しいっすね。惜しいじゃないな。はい、ということで山へカップルは失敗。残念。はい、これです。相手が落ち込んでいる時に笑顔にさせるスナップ。友達と喧嘩しちゃったって言って、それを笑かせるような、こう、わかる、励ませれるようなスナップをお互いに送ってください。はい、はい、次の撮影はですね、このお家全部使っていいです。どこでもいいです。やった。はい、それで撮影してスナップを送ってください。はい、どこにしようかな。ちょっとおじいちゃん感あふれるところでします。絶対これだよね。あ、似てる似てる。 OK。 じゃあちょっと、じゃあ葉っぱにじゃあ隠れてる感じ。お気に入りのエフェクト。いけた。これなら友達も元気出る。じゃあハルとユイのお笑かすスナップ撮っといて、そこで。うん。なんか似てんな。似てないから。自信あり？ありです。結構あり。うん。自信満々だね。アイサのお気に入りのエフェクト。あ、じゃあこれは当てれるんちゃう、うん、お気に入りやったら。リンハナはいけますね。いける、はい、リンカに合わせました。おお、ここは結構な、うん、揃うから、うん、じゃあリンカいこうか。はい、リンカが選んだレンズはこれです。え、どう。おその反応やめて。あ、その反応やめて。え、よくない、ほら元気になるくない。マンモス。これ左の何。マンモスっぽいね。でもマンモス元気になるでしょ。確かに可愛い。じゃあこれは当てれるんちゃう、花道。さすがに自信ありそうだった、うん、じゃあ花道送ってください。はい、僕が選んだレンズは、はい、これです。待って、ジージーそうなんだよ。笑うでしょ、笑うでしょ。めっちゃ受けてる受けてる。やば、これはいい。いいよね。うん、いい、元気出る。はい、でもほっこりするけど、リンハナカップル一心伝心失敗です。気持ちが、まあ、でも全然成功って言ってもいいけどな。いやいや、それどうですか。リンハナに甘くない。自信ありのカップルのアイサ送ってください。いや、アイサも結構ほっこりする系。あ、マジで、うん、それも成功あげたくなるかも。じゃあアイサ送って。はい、はい、アイサが選んだレンズはこちら。待って、やばい、これは元気出る。これおもろい。本当に、うん、おもろすぎる。それはセンスありでしたね、うん、はい、じゃあヤマト送って。最後合うかどうか。あ、僕が選んだレンズはこちらです。はい、泣くな泣くな泣くな、泣いてるやん絵文字。成功あげたいんですけれども、すいません、山井カップル一心伝心失敗です。
デートの後に送るスナップ。じゃ可愛い系じゃん。あ、友達とかじゃん。可愛い系もあるし、ちょっと寂しいな、また会いたいなみたいなも送れる。確かに。電車の中みたいな。え、ほら待って、めっちゃ旅人っぽい。ほら、え、電車っぽくない？ここ待って、いいじゃん。なんか外っぽいのってどれだろう。あ、ちょっとなんかカフェに来たみたいな感じにしよう。受け取れた。 OK です。OK です。これは自信ありますよ。じゃあ次は前から行くか、うん、いつもリハのやったからな。じゃあアイサー送ってください。はい、アイサーが選んだレンズはこちらです。え、お金あげるからまた会おう。バリ嫌や。いいや、おもろいな。ずっとこれやん。いいの。じゃあヤマト送ってください。僕が選んだレンズはこちらです。はい、揃った。本当に？おお、揃ったレンズ。え、これ同じレンズ？なんかヤマトのがボスじゃない？はい、ということで山井カップル成功でーす。おめでとう。おめでとう。じゃあリンカ送ってください。はい、リンカが選んだレンズはこれです。可愛い。あ、可愛い。あれ？私ちょっとなんか電車みたいな感じじゃん。そうそうそう、めっちゃいい感じなんです。めっちゃいい、めっちゃいい。確かに、あの眠くなるから帰りは、あの赤ちゃんにしました。あ、そういうことね。え、ね、やばいって今。じゃあ花道くん、山に向けて期待しててください。期待してて。お、送ってください。僕が選んだレンズはこちらです。はい。いや、テキストあテキスト一緒。テキスト一緒、テキスト一緒。え、すごい。え、花道なんか寝ようとしてる今から。セレブの、それこそセレブの寝る前みたいな。そう、なんかセレブってのはキュウリ置くじゃないですか。よ、だからそう、キュウリ置いておやすみみたいな。すごっ。おー、あ、そういうことね。そうなんですけれども、レンズが合ってないということ。はい、リンハナカップル以心伝心失敗。悔しい。悔しいな、これ。せーの、はい、見てください。え、何これ、かけんの。暇。暇という返信に返してください。難しい。いや、要はあると思うくね。はい、今回はね、うちのハルト君も参加します。え、マジします。おお、いつもの返信して、うん、分かった。かわいい、めっちゃ自分でかわいいって言ってるよ。違う、俺この格好好き。ゆいちゃん、ハルト君さ、何のレンズ使うと思う？多分ゲームのレンズかな。なるほどね。いつまで、俺はもうずっとゲームやってるんで既読つかないんですよね、多分俺が。はい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 。こういう感じで、オッケーオッケー。待って、やばくね、これ。え、すごくない？ねえ、砂ちゃんすごいんだけど。え、どうした？めっちゃリンカのレンズ見つけた。え、それにしたの？オッケー、わかった。マジでリンカ。オッケー。ねえ、ほんとにわかってるから、あの人。めっちゃリンカのエフェクトって何？オッケー。まずはハルトから行こう。行きます。はい。え、なにこれ。待って、おもろい。でも、え、すごい、そういうこと持ってんだ。クオリティ高い。こんなんしてた、ハルト。 今掃除中。いやいやいや、掃除してへんやん、いつも。掃除中の時もあるやろ。ないよ、年に1回やん。任せてくださいよ、これです。なんてくるんかな。え、寝ろ。まあまあまあ、アイサっぽい。揃ってるかな。僕が選んだレンズはこちらです。
え、でも文字すごい。文字よ。寝る系なんだ、こう山あいは。可愛い系で。本当だ。え、どう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 ？これは成功？ダメ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 。悪魔の声が。ダメ！わかりました。すいません、山あいカップル。失敗で。じゃあ次、リハナカップル行くか。はい。リンカが選んだレンズは。いけ。来た。え、なに？チェケラ。どう？めっちゃおもろい。DJ やってるから来な。さめっちゃおもろいんだけどさ合わせる気ないっしょ。いやでもさ、でもさ言ってたじゃん。面白いって。ほらって、ほらポテトさ、ほら鼻と耳かけてね。すごいねこれ。リンカ好きじゃんこういうの。好きだね。本当に入れてんのかと思った。じゃあ花道送ってくれ。はい。僕が選んだレンズはこちらです。はい待ってやだこんなの送られたらやだやだエイリアン見る感じハートもついてるし、うん、やっぱハートつけた方がいいかなと思ってちょっと違いましたねどうですか判定はどうですか先輩バツですはいこれですあ来たかわいい彼氏彼女から大好きと送られてきた返信をどうやって返すのかです現在のポイントはですね山井が1ポイントイエーイリンハナが2ポイントえゼロなんですえ、待って、めっちゃいいのあったあっためっちゃいいのあったこれだわ、うちら、完璧完璧なのうちらってこうじゃんって感じのやつだって、うちらってそうだから、これしかないよねちょっと考えますうちらは遠距離だから、ビデ2だよねっていうオッケーですうちらってそうじゃんうちらってそうじゃんいきます大好きで来たら大好きでしょ、ハルトは来いはいおい、誰やこのみんなと俺もちょっとエモいしまあまあいいでしょ、こんな感じでしたいきますじゃあ、アイサから送ってくださいはい、アイサが選んだレンズははいはいゆいちゃんから来たら私はこうやって返しますえ、かわいいかわいいこれえ、これ誰これ誰後ろにいたんだよ本えこれかわいいかわいいっしょこれはゆいから送られた設定したってことうんああなた話聞いてませんねんん彼氏彼女ヤマトから送られてきたやつって言いましたけどかわいいから許しますほんとにはいよかったじゃあこれは合うかなはいじゃあ送ってください自分が選んだレンズはこれですうわ、こわ大好きってきてる、そうだね理由あります、理由ちょ隣見た時、うん、愛ちゃんトイレのこういうやつ使っててあ、これで来るんだなと思ってかぶせたターニングしてるよそしたら、そしたらあれゆいちゃん、これは揃ったことになんない なりませんえ、だってほら、エフェクトなんか頭両方ハゲてるしなりません一人話聞いてない、一人カンニングということでこれはダメですねマイナスはいじゃあリンカ送ってくださいリンカが選んだレンズは、うん、これですあ、来たあ、かわいいかわいいじゃない遠距離じゃんうちら遠距離なんですよ神奈川と大阪でだから微熱するじゃんたまに、うん、だからそうしたのすごく、ね、男側目線すっごいねこれすごいこれすごいこれめっちゃすげえすごいよな、めっちゃ凝ってるよなすげえなんでなんでそんな今日一反応いいの電話してるのかと思ったそうなのそうずっとリンクが花道にうちらってことはあれだからあれだよねみたいなこういうことこれしかないよねみたいなそうずっと言ってたから多分花道は合わせに行ってると思うアイサもそう思いますなあ、うん、期待ですねラスト花道行ってください僕が選んだレンズははいはいこちらですええすいません僕も遠距離ってこと気づいたんですけど多すぎてその探せなくてあ、じゃあハートいっぱいついてるやつにしようと思って
あ、そうなんだ、うん、愛なんだ、はいはいはい、だから付け足しました自分で。可愛いでも可愛 い, い、うん、じゃあいいやん。ありがとうございます。この下の4つの手書きのハートがいい味出してるな。おお、そうですか先生。そうですね、じゃあありがとうございます。あ、愛が溢れてます。可愛いって来てます。待って、見られるんだこれ。送っときます。はい、ということで今日好きスナチャで一心伝心勝ったのはヤマイカップル。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。圧勝。ちょっと危ないちょっと危ないめっちゃ楽しかったの。楽しかった。てかあの友達とかとさ、カレーかのとかめっちゃふざけ合ってさ、遅れ合えるのめっちゃ良くない？これね、そう、めっちゃ仲良くなれるよな。距離縮まる感じする。めっちゃ楽しいよな。これでな、仲深め合おう、ゆいたち。し、なんか機能が充実しすぎてて、ね、グループあんの知らんかった。そう、わかる。ビデツーもできるし。お前、電話できる。電話もできる。え、ほんとだ。みんなでこれ、これ一個で完結するね。うん、すごい。ということでね、まだまだ面白いレンズもたくさんあるし、楽しい機能がたくさんあるから、みんなもスナチャ、ぜひ使ってみてね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。